さあ雨の中ですけど行きましょう。新型ハリアーの、一般道試乗ですよ、グレードはこれ Z ですね。 Z、 あ、裏から出れんのかな。ここ僕地元だからこの辺り詳しいぞ。あ、裏は出れないよ。あ、門が閉まってるわ今日。はい、すいません。まずはファーストインプレッションとしての乗り味で言うと結構しっかり感があります。ラブ4を一瞬で思い出しました。ラブ4の乗り味を、あのハンドルしっとりはしてますねやっぱり。で乗り味で言うと、もうこんなバサバサ切っちゃっていいですかね。あー、もう千葉トヨペットさんが車用意してくれたんですけど、もうこう忖度僕ほんとしないので、いきますよ。乗り味をとことん求めるんであれば4輪駆動を選んだ方がいいです。まず1つ目っていうのも、リアがちょっと張っております。でもリアそれでもちょっと動くか、動くんだけども、ボディがしっかりしてるんだな。しっかりリアサス動いてんですけど、素早いダンピングの入力に対してちょっと角が出やすい。基本的な乗り味としてはしっとりしてるんですけど、やっぱ結構しっかり系なしっとりですね。やっぱり乗り心地だけを求めたら4輪駆動の方が、うん、いいと思います。後ろをもうちょっと的確に荷重ものしてあげて、トラクション要は駆動力もかけて負荷を与えてあげたい形ですね。後ろから結構来ますね。車の本質としてはやっぱり4輪駆動を相当考えられてる感じ。何が言いたいかって、先代とちょっと印象が違います。先代の要は3代目、やっぱり先代目、その3代目のハリアーを最終モデル乗った時に、あのやっぱ世界は世界ですごいいいんですよハリアーは。でなんかのんびりとだらーっと走る上では本当ね、人をダメにする車っていう言い方おかしいですけど、でもそういう本当のんびりとだらーっと、それがなんかハリアーの優雅さとかにもマッチしてる感じはあるんですけれども、こちらはちょっとシャキッとしてる優雅さですかね、イメージで言うと。うん、シャーシ剛性、足回り全体的にちょっと高く仕上がっております。でダイレクトシフトのフィーリングも CVT も遊び少ないですね。いやー、これもうね、買っちゃった人たくさんいるから僕言いづらいわな。僕の周りでも買ってる人はもちろんいて、その人、まあ、はっきり言うと、これと完全一緒のを買ったんですけど、帰りにメールしてあげようかな。いや、でもその人は結構スポーティー好きだから、こっちでいいんだな。はい、そうなんだ、そうなんだ。安心させてあげよう、彼を。はい。で、何が言いたいかって、結構スポーティー路線の仕上がりですね。なんて言うんだろう。シャーシが勝ってます。そのぐらいこのシャーシすごいです。ラブ4と同じシャーシですので、ラブ4がもうがっつりとしたラフロード行ってもシャーシが全く寄れないで、フレーム構造ではないですけども、そういうフレーム構造にも負けないぐらいな強靭さを持たしたいみたいな形で仕上がってるボディでもあるので、やっぱボディちょっと張ってる感じなんですよね。で、それで言った時に、このガソリンモデルはちょっとスポーティーな、それらの剛性とかを活かしてハンドリングとかをよりシャキッと、ロールも少なく、カーブとかも楽しめるようにっていう形でちょっと仕上げられた感のあるモデルです。このガソリンモデル。で、これでだから乗り心地とか安定感とか優雅さ、ドシッとした感じとかを求めたいんであれば、4輪駆動にするとドシッとしますし、後ろにも重さがかかって、後ろのサスペンションもより動きやすくなるし、低速とかの乗り心地もしっとり感出るでしょうし、だからそれで言うと、乗り心地の上質さとかを求めるんであれば、4輪駆動かなと。あと、2リッターのガソリンモデルでは、フロア振動があります。あれ、これ、ラブ4の時ありましたっけ？ちょっと自分のラブ4の動画見返してみよう。その振動が少し足に伝わってきます。この全体的なスポーティーな乗り味と兼ね合わせると、決してそれが、気になり出すと気になるかもしれないですけど、絶対的に合わないっていう不世界でもないですけど、ちょっと忖度だな、このコメント。まあ、質感を求めるんであれば、
質感を求める人にはちょっと気になると思います。なのでそういった方はもう今回ハイブリッドなんですよ。だから僕の知り合いも買いましたけど、その人はスポーティー路線が大好きなのでこれでいいと思います。でも上質さとか、静かさとかしっとり感とか、それを本当とことん好きなんですっていうラグジュアリー感の好きな人って言った方がいいですかね。そういう方はやっぱ今回もハイブリッドなんだと思います。ハイブリッドの滑らかさ、しっとり感、そういったところを活かして、走らすっていうのが、あ、今結構マンホールのこのボコも今走りましたけど、やっぱ結構足は張ってる方ですよ。これ相当ハンドリング振ってるんですね。違う、シャーシです。シャーシが半端ない強靭なんです。やっぱりこの TNGA 系の新しいプラットフォームは本当強靭なんですよ。そういうことですか。いや、エンジンいいですね。エンジンいい、潔い。やっぱりこのエンジン、ダイレクトシフトの一速スタートギアをついた CVT で、その一速のダイレクト感もいいですし、で、さらには CVT 変速とかもレスポンスいいですね、これ。おー、おー、おー、そういうこと。なるほど、なるほど。車って難しいですね。さっきから言ってるこのフロア振動とかを含めて、アクセル踏むとそれが刺激ですね。これある一種のね、そのエンジンの吹き上がる感じの、音と振動が全体的にちょっと伝わってくる感じで、これは逆にフロアの若干の伝わってくる振動があるから成り立つ高回転領域の吹き上がりとか、なんか盛り上がり感とかがあります、これ。いやー、だからガソリンモデルはどっちかというと、僕の今イメージで言うと、うん、スポーティー路線の方に振られてる車ですよ。ハイブリッドがまだ振れることができないので、ハイブリッドはまあ後方試乗会とかトヨタ自動車として試乗会を開いてくれて、それには僕もさすがに呼ばれると思うので、まあそこの時にハイブリッドを乗ると全部判明するかなと思います。しかしハンドル本当引っかかり感ないな、滑らか。あともう一つ言います、これ19インチタイヤだからです。これ19インチじゃなくて18インチにしたら、このスポーティー感とか振動とかってちょっと収まりますね。これタイヤからしてきてますね。バネ下の重さからも来てますし、タイヤ自身の、底扁平であることも影響してますし、でも55だからそこまではないですけども、それでもだ、やっぱタイヤも大きいな。19インチ、エンジンすっげー。なんでこれ CVT でしょ、 CVT と思えないぐらいエンジン吹けますよ。きっちり6500回転回るし、なんですかこの CVT、 すげえ気持ちいい。スポーティー好きな人これすごい満足すると思いますよ。これ擬似的にマニュアルトランスミッションとしても、あのマニュアル変速もできるので、これいいですよ。あのこの CVT の感触を味わうと、なんかマニュアル操作したくなっちゃいますね。シフトレバー、これパドルがないので、なのでやっぱさっき言った通り、ここに500ミリのあのペットボトルあると、ちょっとシフト操作しづらいなって思いますね、このドリンクホルダー。だから理想はやっぱこっちにあるのがいいですけど、あ、なんかいろいろと紐解けてきちゃったな。あの開発してる方々はおそらくこの音に相当悩まされたんでしょうね。だから音すごいやってるんですよ、逆に言えば。だから遮音ガラスを入れたりであるとか、防音材も各所に入れてると思います。あのやっぱ19インチでこのプラットフォームで考えると、やっぱロードノイズがこれ空気電波以上にこのシャーシとか機械的なこの電波してくるんですよ。だからこれいろんなところが共振してますね、細かい共振してます。これパフォダン入れてあげた方がいいんじゃないですかね。パフォーマンスダンパー入れるとこれらの振動ちょっと消せますね、緩和できますね。
プラットフォームの素性が半端ないいいです。ある意味先代の3代目のあのシャーシってもうシャキッとさせようと思ってもシャキッとできないんですよ。プラットフォームがシャキッとしてないんで。だからそれはそれであの車の場合にはそのシャキッとしてないプラットフォームだからこそ出せるいなし効果っていうのがあって、そのいなしを使ってもう優雅にダラッと走る世界を作り出してたっていうのがやっぱりあれ独特なやっぱハリアーの世界観なんですね。それが見た目にもすごい調和してたんですよ。で今回のハリアーのこの4代目はその優雅さも出しながらもなんかちょっとスポーティーに行けちゃう世界なんですよ、このプラットフォーム。だからプラットフォームがすっごい強靭ですよ。で強靭なプラットフォームは足回りとかを、よりしなやかに動かすこともできます。いいダンパー使えば。だからそうすると高速領域とかすごい良くなるし乗り心地とかも速度出したら良くなるんですけど、一番のデメリットって低速走行領域のこういう今走ってる20キロ30キロとかそういう速度域でのゴロゴロ感とか細かい、周波数帯の振動がどうしても出るんですよね。でそれを収めようと思ったら剛性をどっか落としますか、そこでいなしますか、もしくは何か振動を収めるための何かアイテム、だからよく言われるパフォーマンスダンパーも一つです、それなんだっていう方は僕の動画見てください、貼り付けておきます。もしくはあとはフレームの中とかになんか添付しちゃって、要は吹き付けでジェル状のものを吹き付けてしまってもそのメインフレームとかの内側とかでもう振動抑制効果を出すとか、まあそんなもん高くなりすぎてそんなもんプロトモデル以外に僕も知らないですけど実用してるなんて。でもそういったことをやらないともうこれはなかなか出ないですよね。新しいプラットフォームって言うなればそのなんて言うんですかね、熟成させるのに時間がかかるんですよ。だからあの先代のハリアーのあの最後なんで僕がわざわざ動画にしたかっていうと、もう熟成に熟成を重ねて本当にいい乗り味が出てるっていうのが3代目の最後のファイナルのハリアーなんですよ。それと乗り比べた時にあの熟成されたしっとりとした乗り味だけで言ったら今のところ申し訳ないです、こういう言い方。あの乗り味のその熟成度合い、上質さ、しっとり感、ラグジュアリー性だけで言ったらあちらが勝ちですね。でもあの車ではできなかったハンドリングとかスポーツ性であるとかよくぐいぐい曲がる性能であるとかそういう世界は今回の新型の方がドンと、激しく上に行ってますね。だからどっちを取るかですよね。この新しいガソリンモデルのハリアーはどちらかというと今までのハリアーのユーザーではない新しい方々を取り込むための車なのかなっていうそういうイメージですかね。だから今までのあの熟成されたハリアーの乗り味を知らない方は多分これに乗ると、あ SUV なのにこういうシャキッとしたハンドリングもあるんだ、あこれいいじゃんって、それでこれだけのかっこよさがあるじゃん、この内装の上質さがあるじゃん、高級感あるじゃんで、こっちの方が受け取りやすいかもしれないですね。もちろんハリアーのあのハイブリッドはハイブリッドで乗ったらあの優雅さとかは結構驚かれると思うんですけど、このシャーシであの先代を超える優雅さが出てるかな、ちょっと後方試乗会楽しみですね。そういった意味ではハイブリッドがどれだけ上質にできているかっていうあたり、まあ何にせよガソリンモデルでそういう優雅さ上質さとかを求めるんであれば僕は四輪駆動なのかなっていうのは思います。まあということでちょっとまずは1台だけの試乗なのでこの車の個体差とかもよくわからないですし基準値がどこかもわからないですし、まあなので今後、ちょっと改めて、トヨタ自動車さんの広報試乗会に多分呼ばれるとは思うのでその時にガソリンモデル、ハイブリッド、四輪駆動それらは乗り比べていきたいなと思います。でさらにこれは、Z グレードで19インチなので、G グレードの18インチにするとまた乗り味もまた違うと思います。
ということで、まずは新型のハリアどうなのっていうあたりで、ちょっと傾向は見えました。結構ちょっとシャーシはガチッとしてきて、ちょっとスポーティーな方向というんですかね、シャキッとした感じです。はい。なので、それらの乗り味が、どういう風に判断されるか。だから今そういうシャキッとしたので言えば、軽量という意味では、二輪駆動で、このハイブリッドでもないガソリンなので軽量なのでシャキッとしやすいですよね。しかも四輪駆動でもないのでリアのどっしり感もないですし、踏ん張り感も少ないですし、だからこの今仕様が最も、シャキッと軽快に走る仕様なんですよ。ある意味19インチ二輪駆動ガソリンモデルっていうのが、だからその世界で言うと結構ちょっとスポーティーな方向に振られてるなっていうのが僕が、捉えた、この新型ハリアーのファーストインプレッションになります。このスポーティーな味付けの世界っていうのは、仙台モデルでは出ないですね。シャーシがどうしてもこのしっかり感シャキッと感はいなしてっちゃうので、まあそういった意味ではできる幅が広がってるのでまずはいいかと思いますね。はい。ちなみにスポーティースポーティーって僕言ってますけど、それってあれですよ、ベースはラブ4の時を見てくださいね。動画乗り心地とかはそんな激しい突き上げとかないですからね。だから走り出しちゃったら足はほんとよく動いてるので、そのあたりは心配なさらないでください。この馬の鞍をイメージしてデザインしたっていう、このやっぱセンターコンソール、ここかっこいいですね。すごくやっぱ12.31 とっても見やすいんですけども、高級感もありますしおすすめですけど、ちょっと圧迫感はありますと同時に、ここ少しせり出しているような形で、これ視界を少しだけ妨げますね、やっぱり。でこの視界を妨げて、じゃあその辺りが見えなくなって危ないぞみたいなことはないです、ないです。そんなに出っ張ってないですから大丈夫です。そこは安心してください。しかしながら、ご自身でこの、1855、ですよね、全幅が。この全幅が広がったことによるこの車幅感覚のつかみやすさ云々考えたときに、実はこの車の角っこの見えやすさとか、ここは車幅感覚にとってすごい大事な要素でもあり、そこに対してちょっと邪魔をします。はい。なのでちょっと最初慣れるまでこういう路肩駐車しようとしたときにちょっと寄せにくいなとか、そういうのは感じます。まあこれオーナーさんだったら慣れだとは思いますけど。